エリリンチャンネル。3位いきたいと思います。はい、第3位はじゃじゃん、東洋製薬のディアパーフェクト UV ミルク EXDP。 ありがとうございます。長いな。この辺に来るとちょっとおめでた感出てきますね。はい、 SPF50PA4+50g で2030円、9つの無添加らしいんですよ。海面活性剤フリー、紫外線吸収剤フリー、着色料フリー、香料フリー、アルコールフリー、パラベンフリー、鉱物油フリー、小麦由来タンパクフリー、プロピレングリコールフリー、ウォータープルーフ、強力 UV カット&外的紫外ブロック&うるおい高密着で、美容成分が 70% 入ってるそうです。まあ、これもね、あんまり文句がない、無難で、まあ、つけ心地もそんなに悪くないっていう中で、まあ、このキュレルとここディアパーフェクトを比べた時の差は、まあ、PA が4まで来たぞと、4プラスまで来ましたぞっていうので、うん、ちょっとこっちとこっちなんかこう差があるかなっていう感じですかね。まあ、使用感もこれは悪くはないかなと思いました。では2位の発表です。第2位はじゃじゃん、花王のニベアサンプロテクトウォーターミルクマイルド。この辺まで来るとすごい。そうですね、はい、これは SPF50+PA3+ 30ml で531円、過去アマゾンです。ノンアルコール、無香料、無着色、アレルギーテスト済み、ヒアルロン酸配合。テクスチャーは軽くてやや油っぽい。白気はしない。伸びは良い。匂いはなし。これはさ、やっぱりですよ、はい、一番のポイントは、お安いところ、ダントツね。基本的にノンケミカルっていうのはやっぱりこうバランスよく作るのが難しいから、うんうん、ケミカルの日焼け止めに比べるとやっぱ値段がちょっと高くなる傾向が、やっぱり私も散々ドラッグストア行ったので分かったわけですよ。だからその中でこの安さはすごいっていうのが、まあ一つですよね。で、あとはちゃんと保湿成分も入ってるけれども、こう塗った感じがね、こうサラッとしてなんか嫌な感じがしないっていうのが高評価の対象。ただし残念なのは、PA が3プラス、ここね、なんか壁はきっとあるんだろうね。4プラの壁みたいなのがなんかドゥーンってドゥーンってあるんだと思うの。ノンケミカルを4プラスにできず3プラスにどうしてもなってしまう壁ってあるんだろうね。だからそれをプチプラ価格帯で達成するのが多分すごい難しいんじゃないかと、私は今回のドラッグストア巡りで感じました。すごい巡った。もういい、もう日焼け止め見なくていいやっていうぐらい巡りましたので、はい。なので、ここの位置でもかなり高評価ではあります、うん、はい。どんな人でも使いやすいお値段と製品の品質かなと思います。じゃあ1位いっちゃいましょうか、うん。第1位はじゃん、紫外線予防のノンケミカル UV クリーム F。 何よって感じだよね、これね。 SPF50+、PA4+、40g で1800円で、ウォータープルーフでパラベンフリー、ノンアルコールフリー、無色素、無香料、無鉱物油、コラーゲン、ヒアルロン酸配合の7種の植物エキスも配合されている、うん、テクスチャーは中で油っぽくない、白気はしない、伸び非常に良い、匂いだけはちょっとノンケミ独特の匂いがちょっとするなっていう、うん、そうなんです。まあ、これの減点するところっていうのが唯一その匂いっていう減点するところがあんまりなかったというのが、あのこの順位の理由かなと思うんですよね。多分いろいろ添加物を入れないっていうことにこだわっている製品だから、
無香料なので、どうしてもノンケミカル独特の匂いっていうのがしてしまうっていうね、それはもう致し方ないのかなというふうには思いました。ただここに説明で書いてあるんですけど、無添加処方って書いてあるんだけれども、詳しくは私の本を読んでいただきたいんですけれども、無添加イコールオーガニックっていう意味ではないんですよね、うんうん、無添加っていうのは基本的には今の法律ではない、昔の法律で、まあ、ある103種類の化学物質っていうのがあって、それが入っていた場合は表示しなくちゃいけないですよっていう表示指定成分っていうのがあって、それが入ってないものを無添加っていうふうに呼んでたのが、まあ、その名残で残っているわけなのね。無添加っていうものがなんかこうオーガニックみたいな植物成分だけでできているものっていうのはちょっと勘違いで、その無添加って言われた時にはそのメーカー基準で出してるんだけど、そこにしっかりとした法律的な縛りがないので、なんか無添加処方って言われたらあすごい安全って思っちゃうのはそこはちょっと違うけれども、まあ、もちろんこれはいい製品なんですけれども、まあ、無添加っていう言葉を見た時には、まあ、そういうものだっていうのをちょっと知っておいてほしいかなと思います。これで8000です。8000です。ところがなんと番外編1位がありまして、そう先生、じゃあ番外編1位をね、はい、紹介お願いします。はい、じゃん、伊勢飯のキスミー&フリー。まだ何ぞやって思われるしね、はい、番外編1位っていうのは何だっていうことなんですけどもうここに来ちゃったのよ。そう本当はね、うん、でも理由があって、はい、先生間違えて買ってきちゃったのよね。ちょっとね申し訳ない。はい、そうなんです。これ一応を今販売されてるものじゃなくって、一個古いものをねちょっと買ってきてしまったんですよね。なんだけど旧バージョンなんだけど、一応一番好きだった一通りじゃあ説明いきましょうかね、うん、はい、これは旧バージョンね、はい、SF49、はい、BA サンプラです、はい、で 50g で値段が載ってないんですけど多分1400円だと思います、うん、これは5つの無添加で、紫外線吸収剤入ってない、着色料フリー、アルコールフリー、パラベンフリー、香料フリーで石鹸で落とせて、植物性スクワランが入ってて、植物性セラミドが入ってます、はい、これテクスチャー重め、広きややする、伸び非常に良し、匂いなし。 あとね、うん、もう一つ、もう一つこれ子供も OK、 小児対象、使用テスト済み、あとアレルギーテスト済み、はい、スティンギングテスト、皮膚刺激、光刺激済み、いろいろ済み。素晴らしい新しい情報ね、新情報、はい、新情報は、SPF50+ PA4+ になってます。で、もう 30g で1400円、フリーが増えてます。6つの無添加、うん、もうさっきのプラスして、鉱物油がフリーになってます、うん、であと多分一緒です。だってウォータープルーフになってるらしいですよ、新しいやつは、うん、そうなんですよ、はい、なのでちょっとこれはまあ番外編1位になってはしまうけど、まあ、今ここで使った段階での使用感が非常に良くて、うん、で、まあ、今の時点での性能も、まあ、まあまあ悪くないんだけど、新しいとされてるものは SPF とか PA とかウォータープルーフとかもうさらに改善されているので、だったらば、ね、これだけ使用感良くて改善されてるんだったらちょっとここ切っちゃうかなみたいな。アマゾンでクリックしたらこれだったんだね。ということで、一応これ参考記録1位、はい、そしてこちらが、まあ、一応正式な記録としての1位みたいな感じになります、はい、で最後に、ノンケミカルというものはどういう製品かというのを簡単に説明したいと思うんですけれども、
ノンケミカルというのは紫外線吸収剤を使ってなくて、紫外線散乱剤というものだけで紫外線防御をしているものになります。紫外線吸収剤というのは前の動画でも説明しているんですけれども、肌の上で化学反応が起こるものになるので、敏感肌の方などは向かない方もいらっしゃいます。それに比べて紫外線散乱剤というのは何かっていうと、天然の鉱物である酸化塩、酸化チタン、こういったものを細かくしたものが入っていて、肌の上で乱反射が起こるような形で、紫外線防御を行っているものなんですね。で、100% こちらの方が安全とはちょっと言い切れないんですけれども、お肌が敏感な人にとっては、ノンケミカルと言われる紫外線散乱剤だけで作ったものの方が、お肌には優しかったりはします。ただ少しドライスキンになりやすかったりとか、どうしてもやっぱりテクスチャーの悪さとか油っぽさ、白浮きっていうのが問題になってきて、プチプラ価格だとなかなかいいものっていうのを見つけるのが難しいので、メイクの邪魔をする油っぽさがないとか、白浮きをしないとか、使い勝手がいいもの、それからやっぱり乾燥にこだわって保湿成分が含まれているものっていうのを評価の対象にしてみました。で、どうしても吸収剤が入ってない分、その紫外線を防御する能力としては若干ね、落ちたものが増えてしまったりもするので、その辺は皆さんお肌に合うか合わないかで使い分けていただきたいなと思います。で、日焼け止めの細かいことに関してはまた別の動画で話そうと思ってますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。